ちょっとミナちゃん、いい加減だらしない生活やめなさいよ。昨日も夜遅くまで電気がついていたわよね。え？今週はずっと深夜3時までミナちゃんの部屋は電気がついていたわ。毎日夜更かしなんてだらしない。引きこもってないで少しはまともな生活をしなさいよ。今週はってずっと私の部屋を監視していたんですか？監視って言い方失礼ね。私はただあなたを見守っているだけよ。え、見守り？いつになったらまともな大人になるのか見守っているのよ。ミナちゃんはずっと部屋に引っこもってばかりで、たまに出てきたと思ったらだらしない部屋着でみっともないわ。いい加減外に働きに出なさいね。だから私はちゃんと働いているって言ってるじゃないですか。在宅ワークだって何回説明したら分かってくれるんですか？何が在宅ワークよ。所詮ネットでのお小遣い稼ぎ程度のくせに。いい？そういうのは働いているって言わないの。ミナちゃんはただの引きこもりニートよ。もうまたそうやって決めつけて。理解できないならそれでいいです。だったらもう私に構わないでくださいよ。そういうわけにはいかないわ。遠い先のこととはいえ、いずれご両親もいなくなるのよ。そうなった時、私がだらしないニートの面倒を見ることになるじゃない。私はそんなの絶対に嫌だからね。そういうことにはならないので安心してください。兄夫婦に迷惑をかけるつもりなんてありませんよ。どうせ口先だけのくせに。絶対に闇の私がミナちゃんをまともな大人にしてあげるわ。ミナちゃんが外で立派に働きに出るまで、私は何度もあなたの生活に口を出し続けるからね。もういい加減にしてお兄ちゃん。まさかしおりさんからこんなに生活を監視されるなんて、実家なのに居心地悪すぎるよ。嘘だろ、またしおりのやつ何かやらかしたのか？私の部屋の電気が消える時間まで把握しているの。今週はずっと夜中の3時まで起きていたよねって。夜更かしなんてだらしないわよ。だってえ、黙っていたけどそれだけじゃないのよ。たまに外出しても全部2階の窓から私の外出先まで見ているの。コンビニに行くならついでに春場にも行きなさいって。いきなり LINE が来るんだから。ええ、最近じゃご近所さんにも私がニートだって言いふらしているみたいなの。そのせいでゴミ出しに行くだけでひそひそされるし、もういろいろと限界だよ。まさかそんなことまでしていたとは。本当にごめんミナ。俺も何度もミナの仕事については説明しているんだ。でも全然話を聞いてくれなくてさ。今日も所詮ネットのお小遣い稼ぎだろって言われたよ。在宅ワークって今時普通の話だよね。なのになんで固くなに信じてくれないの？在宅ワークができるのは都会だけだと思っているんだよ。こんな地方の田舎でできるわけがない。ただの引きこもりの言い訳に使っているだけだって。いやいや、地方の田舎だからこそ在宅ワークでしょ。ネット環境があれば都会の会社とも仕事ができるんだから。俺も同じような説明をしたよ。それに生活に困らないくらいの収入もミナにはあるって話したんだ。でも実家暮らしなら月3万でも生活に困らないでしょ。それぐらいじゃただの小遣い稼ぎ程度だって。私の稼ぎを月3万程度だと思っているんだ。それどころか月100万以上も稼いでいるのに。勝手にお前の年収を言うのはまずいと思ったんだが、一度はっきり伝えておいた方が良かったかな。あのしおりさんに何を話してもどうせ信じてくれないよ。どうせ地方の田舎で年収2000万の方が嘘っぽく聞こえるだろうし。それは確かに。しおりさんはどうやっても私をニート扱いしたいのよ。そしてそれをけなげに更生させる心優しい嫁でいたいのよ。だからご近所さんに言いふらしているんでしょ。自分がいかに嫁として頑張っているか話したいのよ。本当にしおりはごめんな。別にお兄ちゃんに謝ってほしいわけじゃないから。とにかくこれ以上私に干渉しないようにして。しおりさんのせいで仕事にも遅れが出ているの。わかった、お前の部屋には絶対に近づかせないようにするよ。どうみなちゃん、あなたの部屋ものすごく綺麗になったでしょ。まさか私の部屋に勝手に入ったんですか？前からミナちゃんの部屋が気になっていたのよ。ご両親も、コヘさんも絶対に悪いなって言うけど、ニートの部屋なんてどうせ豚小屋みたいなゴミ屋敷でしょ。嫁として綺麗にしてあげなきゃと思っていたの。頼んでもいないのに勝手なことしないでくださいよ。それに私の荷物はどこですか？
綺麗を通り越して部屋には何もないんですが。あははは、金目になりそうなものは全部売り払ったわ。え、売り払った？この部屋にあったパソコンもですか？そんなものが部屋にあるからいつまで経っても働かないのよ。だからその元凶を処分してやったの。これでようやく外に出て仕事を探すわよね。嘘でしょ、まさかここまでするなんて。それにお母さんから教えてもらったわ。みなちゃんたら実家暮らしのくせに生活費も入れていないとか。いい年してそこまでご両親に甘えちゃダメよ。だから今までの生活費として売り払ったお金を渡してやったからね。もういろいろとありえない。勝手に人の部屋に入り込んでくるなんて。しかも大事な仕事道具まで売り払って、さすがにもう我慢の限界よ。はぁ？何が仕事道具よ。ただのニートのネットゲーム用のパソコンのくせに。だからニートじゃないって何度言えばわかるんですか。私、会社の名刺をしおりさんに渡したことありますよね。そんなに信じられないならその会社に問い合わせたらいいでしょ。本当に私が働いているのか働いていないのか。電話して確認する価値もないわ。あんな東京の大手企業でみなちゃんが働けるわけないし、ましてこんな地方で在宅ワークなんて。私の友達でもそんな高待遇な子はいないよ。しおりさんの友達にはいなくても私はその高待遇なんですよ。必死に仕事で結果を出して高待遇の会社に転職して、それで手に入れた幸せな実家暮らしだったのに、よくもそれをぶち壊しましたね。もう絶対に許しませんから。何をそんなに怒っているのよ。お気に入りのパソコンを売られたぐらいで、そういうブチギレってまさに引っこもりのニートって感じ。はぁ？何度言っても働かないあんたが悪いのよ。引っこもりのものなんて売り払われて当然だわ。なら私は実家おりますね。こんな同居生活も本当に耐えられない。そんなに私のことが気に入らないなら全部売り払ってやるわよ。でもそしたらしおりさんたちの住む家はなくなるからね。さっさと荷物を持って出て行きなさいよ。はぁ？急に何を言い出すのよ。実家売るってあなたにそんな権限ないでしょうが。払いすぎて人のこと言ってんじゃないわよ。権限ならあるわよ。この家は私のものだからね。売り払おうが何しようが私の勝手よ。え？この家がみなちゃんの？良かれと思って実家を二世帯住宅にしてあげたのに、建て替え費用は全額私が出しているのに。なのになんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのよ。こうなったら全部売り払ってまた新しい家を建て直すわ。ちょっと待ちなさいよ。さっきから一体何を言い出すの。この家はミナちゃんのものだとか、ミナちゃんが建て替え費用を出しているとか、ニートにそんなことできるわけないじゃない。だからニートじゃないって言ってるでしょ。私は年収2000万の女よ。在宅仕事だけでそんなに稼いでいるの。地方の田舎なら一人で二世帯住宅ぐらい余裕で建てられるわ。はぁ、年収2000万ですって。みなちゃんが本当に。兄から話は聞いていますよね。私が生活に困らないぐらいは稼いでいること。勝手に月数万程度だと思っていたようですが、私月収100万超えているんで、ボーナスとか入れたら2000万なんで。嘘よ、そんなの。こんな田舎でそんな高年収ありえないわ。やっぱり思った通りの反応しますね。でも全て事実なんです。信じられないなら前に渡した名刺の会社に問い合わせてください。私が在籍していることも、それなりの役職があることも、そして年収2000万であることも教えてくれると思いますよ。そんな最初は私と両親のために古い実家を建て替えるつもりだったんです。でもその時に兄から二世帯住宅を提案されたんです。しおりさんを連れて帰ってきたいからって。え？どうやら最近この辺りは時価が急上昇しているらしいですね。田舎の輪に子育て支援とか頑張っているみたいで、若い世代がたくさん引っ越してきているせいだとか。そこでしおりさんが言い出したみたいですね。同居我慢するから実家を二世帯住宅にできないかって。そうでしたよね。兄はしおりさんに代わって私と両親に頭を下げてきました。自分の稼ぎだけじゃ新築を建てられないこと、今後の子育てを考えた時に大人が近くにいたら助かること、妻の願いを叶えてあげたいからどうかお願いしますってね。そんな私と両親はそんな兄の頼みを受け入れることにしたんです。両親も孫と住めるなんて嬉しいし、私だって兄夫婦の可愛い子供を近くで見ていたいですし。でもまさかこんな地獄が待っているとは思いませんでした。
この二世帯住宅、誰がローンを払っていると思いますか？兄でもなく両親でもなく全額私なんですよ。だから私は生活費を免除されているんです。両親がローンだけでも助かるからと私は生活費を入れていません。それなのにどうして私物を売り払われなきゃいけないんでしょうね。あ、いや、それは兄ですらローンを払っていないのは私の優しさですよ。玄関やキッチン別々の完全二世帯住宅とはいえ、兄嫁のしおりさんはストレスがたまると思ったんです。だから浮いた分はしおりさんに使ってあげてと私は兄のローン支払いを断っていったんですよ。そうなの？なのにしおりさんはそんな私をニートだと決めつけて引きこもり扱いし続けましたよね。私が仕事のことを説明しても嘘つき呼ばわり、毎日私を監視するようなことをして、ご近所さんには私のニート話を言いふらして、さすがに我慢の限界が来てもしょうがないですよね。ではさっさと荷物を片付けて出ていく準備をしてください。なんだったら全部売り払った方が楽かもしれないですね。私物の売り方、しおりさんなら熟知しているので簡単だと思いますし、では早めによろしくお願いしますね。本当にごめん、しおりから聞いたよ。まさかこんなことまでするとは思わなくて。売り払われたものは全部弁償するよ。みんながローンを免除してくれていた分、貯金を頑張っていたんだ。そこから出すから遠慮はしないでくれ。じゃあ遠慮なく受け取るね。でももうさすがに無理だから、兄夫婦には出て行ってもらうよ。両親にも経緯を話したし、本当に実家を売り払うから。え、せっかく建てたのに？しおりさんがご近所中に私をニートだと言いふらしていたからね。両親もひそひそされるのが辛かったみたいなの。嫁の嘘だと説明しても、娘をかばっている親バカ扱いされたみたいで。そうだったのか。もちろん引っ越し先には両親も連れて行くから心配しないで。両親なんてむしろ今ルンルンで引っ越し先を探しているの。次は丹波に住んじゃうかしらって二人でワクワクしながら不動産情報を見ているわ。そっか、両親やお前がそれでいいなら俺は反対しないよ。しおりさんを連れ出すのは苦労するだろうけど頑張ってね。まあ任せておけ。むしろ離婚を切り出すいいタイミングになったよ。責任持ってしおぎのことは家から追い出すから安心してくれ。え、お兄ちゃん離婚するの？実はしおぎのせいで俺の職場にもトラブルが起きているんだ。みんなには隠していたけど俺もいろいろと限界でさ。お前のブチギレに便乗して離婚言い渡してくるよ。お兄ちゃんの職場にも？一体他に何をしていたの？落ち着いたら聞いてくれ。とりあえずまずはあいつをこの家から追い出すよ。今週中には出ていくつもりだからな。どうしよう、みなちゃん。私、浩平さんから離婚言い渡されたんだけど、もう私には限界だって。家族も仕事をめちゃくちゃにしたお前はいらないって。なんだか兄の職場にも迷惑をかけていたようですね。私は何もしてないわよ。私はただ嫁としてご近所の人と仲良く雑談していただけ。その時ちょっと彼の仕事の話をしただけなのに。なのになんでそれぐらいで離婚されなきゃいけないのよ。何かしたから離婚を言い渡されているんですよ。一体どんな風に兄の仕事のことを話していたんですか？普通に夫は美容師だって言っただけよ。東京の一流店で技術を磨いて地元に戻ってきたんだって。だからぜひお店で示してあげてって紹介していたの。私の名前を出せばたくさんサービスしてもらえるはずよって。絶対にそのせいじゃないですか。勝手にサービスを約束するなんて。はあ？それの何が悪いのよ。私は嫁として夫の仕事をサポートしてあげたのよ。それに浩平さんは上手だから髪なんてパパッと上手に切れるし。芸術ってものは長い下積みと経験で身につくものなんです。それを簡単に他人が値下げやサービスをしていいものじゃありません。でも兄はしおりさんのせいで売り上げを何十万も損しているらしいけど、それでも嫁として夫をサポートできたって言うんですか？そうなの？しおりさんが勝手にサービスを約束したせいですよ。無料だと聞いていた。詐欺なのかって言い出すお客さんが続出。ついには友達の友達の友達だという人まで現れているそうです。そのせいで正規の料金はもらえない。しかもお店の人にも迷惑をかけるしで、最悪だったようですよ。そんな、その上同居の妹には迷惑をかけ続けるし、兄はできるだけ早く実家から出ようと頑張っていたそうです。でもあなたのせいで売り上げは減って引っ越し費用はたまらないし、
まさか妹の仕事道具まで売り払うし、兄に限界が来るのも当然です。離婚も仕方ないですよ。私はいい嫁になろうとしてやったのよ。同居の嫁としてうまくやろうとしていたの。ニートの欺瞞を更生させて、夫の仕事もサポートして、ご近所や町中から一目置かれる存在になりたかったのに。じゃあご近所や町中の人に聞いてみてくださいよ。年収2000万の欺瞞をニートだと決めつけてもいいのか、監視して私物を勝手に売り払ってもいいのか、夫や職場の評判を落とすようなことをしてもいいのか、全部いい嫁としての行動にふさわしいのか聞いてみてくださいよ。それはいい嫁になろうとする努力は素晴らしいですけど、あなたの場合は空回りしすぎです。私をニートだと決めつけたのも踏み台にしたかったからでしょ。こんな大変な環境だけど頑張っているけなげアピールがしたかったんでしょ。だってみんなにいい嫁だって認めてほしくって、知り合いも少ないし早く友達だってほしかったし、そんな打算的なこと本当にいい嫁ならしないのよ。それじゃあどうぞお元気で。しおりさんは慌ててご近所の友達に助けを求めたそうですが、無料カットできないならもう友達は無理だねと言われてしまい、そのまま兄とは離婚することになりました。そして私が売り払った家は、しおりさんのご両親が、この度はバカ娘が申し訳ありませんでしたと買い取ってくれ、今では逆にご両親から、ゴミ出しの分別が全然ダメね、家の電気も無駄遣いが多いし離婚も当然よと日々の生活を監視されているようです。ちなみに兄はこれを機に独立して自分の店を持つことに。理不尽な無料カットでも頑張って接客していたおかげか、今後はしっかりお金を払わせて通わせてくださいといいお客さんがたくさんついて、いいスタートを切ったそうです。そして私と両親は海の見えるのんびりとした町に引っ越して穏やかな新居で暮らしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。